はい、じゃあパシフィックプレイスの3階の部屋から見ていきます。307号室ですね、入っていきます。はい、ワンベッドルームですね。ワンベッドルーム、76平米のワンベッドルーム。まずビデオに部屋の様子をバーッと撮っていきますね。はい、こんな感じです。まあ3階ですから、ちょっと見た感じが家の屋根の高さとちょっと合ってしまうんで、少し頭一つ抜けてますけどもね、こういう景色になります。はい、でまあテレビがこうあってですね、でちょっと今受付の係の方いらっしゃいますけども、はい、でソファーセットがこんな感じであります。はい、で受付につながる電話とかもあります。はい、でまあお一人様向けの部屋なんでね、まあ自炊する方のために、まあ、二口のこういう IH のクッキングヒーターであったり、ビルトイン、これ使うかどうか分かりませんけど、とかあとこういう引き出しの中にですね、もう大体の目星チョップスティックからシルバー系お箸、包丁、まな板、この辺のもの全て入ってます、ね、フライパンとかも入ってます。で、これはキッチンの下、シンクの下で、はい、お鍋とかもこういう大きさ、合わせて3種類ですね、はい、入ってて、で、まあ、こんな風に、コップ類ですよね、こういったものも最初からもうセットアップしてくれてます。ですので、まあ、あんまりその、ね、単身の方、カバンと服を持ってきてですね、でここにチェックインしてもらったら、もうホテルのような感じで、ホテルは通常キッチンはつきませんが、これキッチンがつくと、キッチンのつくホテルにもうチェックインするっていうイメージです。だから手ぶらってとても身軽でお越しいただければいいかなと思うんですよね。はい、で、冷蔵庫がこうありまして、で、まあマイクロウェーブですね。であと炊飯器もあります。だお米とかはね、ちょっと持ってきて、無洗米とかの方がここの水は飲んだりはできないので、はい、ですので無洗米で、お湯を張ればすぐに炊けるっていうやつを持ってきた方がいいかなと思います。で、洗濯機もあります。はい、まあ入り口入ってね、ちょっと釜打ちがないんですけども、部屋とその玄関の隙間をね、こんなフローリングとこうタイルでちょっと区別してくれてるような感じですよね。はい、76平米のワンベッドで、ちょっとベッドルームの方見ていきましょうかね。ベッドルームが、まあ、結構広い、ゆったりとくつろいで、お休みいただける感じの、ベッドですね。で両サイドには、サイドキャビネットがあって、読書灯があります。こういったね、ちょっと引っ掛けたりするものもあって、で壁面にはいっぱい収納があります。はい、何とも言えないね、この独特のアジアンテイストといいますか、はい、で動かない、当たり前ですけども、固定されてる金庫、セーフティーボックスもありますし、そちらにはアイロンとアイロン台とかもありますよね。はい、まあ、こんだけあれば、まあ、そんなね、単身の方であれば荷物そんなに服の量多くはないと思うんですが、ちょっと服をたくさん持ってらっしゃる女性の単身の方であっても、これぐらいの、まあ、クローゼット壁面いっぱいなんで、上は天袋もありますから、まあ、収納できるんじゃないかなと思います。で、エアコンはビルトインですね。ビルトインのエアコン、もちろん、ここに調整するボタン、スイッチもありますよね。はい、どうでしょうかね、姿見がこうあります。はい、まあパシフィックプレイスなんで、もちろん仕様的なものはもう結構グレードは高いですね。はい、パシフィックプレイスを限定で探してますっていうお客様なんかもいたりします。はい、ちょうど3階のベランダ出ました。こんな感じですね。通りはね、少し通り向こうの方に行けば面してますけども、まあ下はこんな感じ、完璧に目の前に隣の壁面の壁が迫ってきてるっていうわけじゃありませんね。一つこういう路地があっての、お隣さんですから、あまり気にしないでもいいんじゃないかなと思います。はい、もうこの辺はオフィス街ですからね。はい、そんなに人がごちゃごちゃいるっていう感じでもないんですけども、とても便利なところで、職場とすぐ近い、この辺にたくさん日系の企業さんも集積してますので、そういうところでお住まいいただくっていうような、まあオフィスの近くで住むっていう、そういう職住近接は実現できるに、まあとてもいいサービスアパートだと思います。これが3階ですね。で、お家賃なんですけども、
307号室3階76平米のワンベッドルームで、お家賃が1885ドル、2000ドル切ってます、1885ドル、この1885ドルに含まれます、サービスというのが税金と管理費はもちろんですね、ハウスキーピングサービス週3回で掃除で洗濯は中にあるので洗濯機でご自身でやってください。洗濯はしません。掃除だけですね、はい、あと蛇口ひねって出る水道料金、それとインターネット Wi-Fi ですね。どっか Wi-Fi の、機械があると思うんですけど Wi-Fi です。で固定ですね。でケーブルテレビの視聴料、日本の番組1チャンネルだけ NHK プレミアムが入ります。これ全部含めて1885ドル。上の方の階に行けばね、もう少し値段は上がるんですけども、76平米でワンベッドで、別に低層階上層階、まあ、朝出て行って夜帰ってくるんで、その多少もその景色とかもいいよと、とにかく便利なところで職場に近いところで住みたいという方はこの部屋がいいんじゃないかなと思います。低層階であるがゆえに安いということですね、はい、あとお風呂場ですね、洗面があってお手洗いで、今見てもらったらこれバスタブがないんですよね。バスタブがなくてシャワーブースになってます。まあもうバスタブまたいでシャワー浴びるだけだから別にいいですよっていう人もいるんですけど、どうしてもバスタブがつけてほしいなとなれば、言っていただければバスタブをつけることも可能だということですね。はい、いかがでしょうか。こういう感じでワンベッドルームのワン、シャワーブース、サニタリースペースがあるという、76平米のワンベッドルームですね。